放送席、そしてヤフードームの皆さん、今日のヒーローはもちろんこの人です。2打席連続ホームラン、4打点小久保裕紀選手です。まずファンを代弁して一言言わせてください。やめないでください。そう思わせるような今日のバッティングでした。小久保さん自身はどう感じました？8月14日にね、引退表明した後、なんとかこのヤフードームであと一本打ちたいなと思ってたんですけど、まあ、半分諦めてたんですけどね。今日本当にサヨナラホームランでもないのに柄にもなくね、ちょっと喜びすぎました。本当嬉しかったです。打てないと思っていたホームランがヤフードームでしかも2本です。いかがですか？打った本人が一番びっくりしましたね。やっぱりこの広い球場でね、育ててもらって本当にやめる前にもう1本と思ったのがね、まさか2本ですから驚きました。特に2本目は変化球にちょっと崩されたようにも見えましたが、左中間深いところまで持っていきました。あの手応えはどうでした？はい、1打席目はもう切れるなと思いながらね走ったんですけど、2打席目は、まあ、本当僕はあそこにホームランを打ち方でね、左中間にホームランというので打ってきたんでね、まあ、最後あそこにまだ打ててよかったです。まだまだ最後じゃありませんよ。いや、まあもう最後ですね。はい、ダイヤモンドを回っているときガッツポーズを何度もしました。心境どうだったんでしょう？はい、日曜日のねナイターにもかかわらずこれだけのお客さんが入ってくれて、またそのずっと応援し続けてくれたね福岡のファンの皆さんの前でいいホームランが打てたということで本当に嬉しかったです。ありがとうございました。そのファンから試合中何度も大歓声がありました。どう受け止めてました？はい、本当打った時のあの歓声はもう忘れることはありませんし、4打席目の三振の後の拍手も恥ずかしかったんですけど嬉しかったです。あの4打席目これまでの打席に比べるとちょっとスイングも大きいように見えましたが、よくも出ましたか？よくわかりましたね。もうここまで来たら3打席連続ってやめたれと思ったんですが、そんなに甘くないです。さあホークス残りこれで5試合、まだ2位の可能性もあります。ファンの前でどんな戦いを見せてくれますか？はい、優勝の可能性はなくなりましたけど、2位という可能性もありますし、来週10月8日がねヤフードームの最終戦になってますけど、まあ、その後もホームのユニフォーム着てね戦えるように、なんとか2位を目指して頑張っていきたいと思います。まだまだ期待してます。小久保選手でした。ありがとうございました。